少子化を止めるためには、複数の分野にわたる包括的な政策が必要です。以下は、少子化対策として有効な具体的な方法です。経済的支援の充実、育児手当の増額、子ども1人当たりの育児手当を増やし、経済的負担を軽減する。教育費の補助、保育園や幼稚園、学校の費用を補助し、家庭の負担を減らす。労働環境の改善、働き方改革、長時間労働の是正やフレックスタイム制度の導入により、 育児と仕事の両立を支援する。育児休業の充実、男性の育児休業取得を促進し、育児負担を夫婦で分担できる環境を整える。子育て支援サービスの強化、保育施設の拡充、待機児童問題を解消するために、保育施設を増やし、質を向上させる。子育て支援センターの設置、地域ごとに子育て支援センターを設置し、育児に関する相談や情報提供を行う。住宅支援、住宅ローン減税、若年層の住宅購入を促進するために、 住宅ローン減税を拡充する。賃貸住宅の補助、家賃補助制度を導入し、若い夫婦や子育て世帯が住みやすい環境を整える。教育と啓発、性教育の充実、学校教育での性教育を充実させ、家族計画や子育てに対する理解を深める。結婚・子育ての啓発キャンペーン、結婚や子育ての魅力を伝えるキャンペーンを実施し、若者の意識を変える。女性のキャリア支援、キャリアと育児の両立支援、女性が出産後もキャリアを続けられるように。 職場環境や制度を整える。再就職支援、出産・育児後の再就職を支援するプログラムを提供し、女性の労働市場復帰を促進する。社会的支援とコミュニティの強化、地域コミュニティの活性化、地域の交流を促進し、子育て世帯が孤立しないようにする。他世代交流の推進、高齢者と若者が交流する場を提供し、子育て支援の輪を広げる。医療・健康支援、不妊治療の支援、不妊治療の費用を補助し、治療を受けやすくする。 母子保健の充実、妊娠・出産・育児に関する医療サービスを充実させ、安心して子どもを産み育てられる環境を提供する。これらの対策を総合的に実施することで、少子化問題に効果的に対応することができます。政府、企業、地域社会が一体となって取り組むことが重要です。